大連市、大連市、ダイレン、ダーリエン市、中国語、大市、英語、ダリアン、ダイレンシティ、旧名、ダルニー市、英語、ダルニーシティは、中華人民共和国領年少の南部に位置する地球市、地区クラスの市、経済的重要性から小クラスの自主権を持つ、副小級市にも指定されている。大連市総人口は、約600万人超、 地区人口は211万、都市的地域の人口は325万人であり、両年省では、省都の信用市に次ぐ大都市である。大連市は、アジア大陸の東海岸に位置し、中国島北領島半島の最南端にあり、統計120度58分から123度31分、北緯38度43分から40度10分に、またがり、この井戸付近には、 日本の仙台市、アメリカ合衆国のサンフランシスコ市、ワシントン DC、ギリシャのアテネ市がある。東は紅海、西は北海、南は山東半島と海を隔てて向かい合い、北は広大な東北平野に隣り合っている。大連は東北、下北、下東地域が世界各地とつながる海上の門口であり、最も重要な港、貿易、工業、観光都市である。 大連市の総面積は12,574平方キロであり、内宮市外区の面積は2,415平方キロである。産地や丘陵が多く、平野や低地が少なく、地形は北から南へ傾き、北は広く、南は狭くなっている。地勢は中央から南東と北西部にある黄海と渤海へ傾き、黄海への斜面は長く緩やかである。 長白山のある千山山脈は旧市街区を貫いており、地形のほとんどは山地や緩やかな低い丘陵であり、平野と低地は河川の水が海へ流れ込むところ及び山裾の屋地に点在するだけで至るところでカルスト地形が目につき、カルスト地形と海食地形が比較的に多い。大連地区には主な水系として黄海と渤海の二つがある。壁流が エイ川、昭河、参古川、大佐河、東佐河、清川、馬蘭河などの大きな河川は、黄海に流れ込み、牧海に注入する。主な河川はまた州河、陸間村川、三十里保川などである。そのうち、最も長い川は、壁流川で、大連市外区の水源河となっている。また、二百本余りの小さな河川もある。大連市は、 北半球の温暖地帯ユーラシア大陸の東海岸にあり、気候は海洋性の特徴も兼ね備える暖温帯大陸性モンスーン気候に属し、冬は玄関ではなく、夏は酷暑でもなく、四季がはっきりしている。年間平均気温は摂氏10.5度、年間降水量は550から950ミリメートル、日照時間は2500から2800時間である。 祈神の時代には、宮間と呼ばれ、東大には、宮間浦、民進時代には三三回口、青泥窪口と称した。1880年代に、新朝が大連湾北岸に砲台を築き、都市が形成され始めた。日清戦争後の1898年、三国干渉の代償として、清から関東州、大連、旅順などを咀嚼したロシアが、 東西鉄道の終着駅を設け、ダルニー、遠いと名付けた。旅順にある艦隊と要塞の物資をまとめるため、また貿易の拠点として、港の整備とパリをモデルにした都市づくりが始まった。しかし、1904年に勃発した日露戦争により、同年5月末には日本軍が無欠入場を果たし、戦後の1905年ポーツマス条約により、 日本に咀嚼権が譲渡された。日本は古地図に見られる中国語の地名、大連湾から取った大連を都市名として採用した。これはロシア名のダルニーと発音が似ていることにもよる。ロシアの咀嚼地時代は現在の大連駅から東側の区割と土一部の建築物ができた状態であった。日本は大連を貿易都市として発展させるため、 関東と特府と南満州鉄道にインフラの整備を続させ、道路のアスファルト舗装やレンガなど不燃建築物が立ち並ぶ街並みが出来上がる。日本の咀嚼地時代の昭和初期には、現在の大連駅とその駅前一帯が整備され、旧市街がほぼ現在の形になる。また、不当、防波堤等の築行工,工事を進めたことから、1930年代には、 大連校が満州国貿易総額の約75%を担う貿易校ともなった。この時代の大連に関しては、清岡拓行の芥川賞を受賞した、アカシアの大連をはじめとする一連の作品群、相川哲也のペトルフ事件などにおいて描かれていることでも有名である。また、芝良太郎の坂の上の雲は、日露戦争時代の大連、旅順が舞台であり、 同作が NHK のスペシャルドラマとなった際には、同地でもそれぞれロケが行われた。第二次世界大戦末期の1945年、日ソ中立条約破棄により、ソ連赤軍が対日参戦。この時にソ連は大連を占拠した。同年9月に戦争終結後も、同年8月に結ばれた中ソ友好同盟条約に基づきソ連は、 大連港を、旅順港や、南満州鉄道と共に引き続き管理下に置いた。このために、国境内戦下でも国民党側の支配下に入る、ことはなかった。中華人民共和国に返還されるのは1951年の、ことである。1951年に、旅順氏を合併し、旅大と解消したが、1981年に、元の大連に名前を戻している。 1990年代の改革開放経済の下、中国東北部の中でも特に目覚ましい経済的発展を遂げている。両年省では、省都の新洋市に次ぐ大都市である。大連市政府は、中山寺の人民広場の北側の主要をビル、元の関東州庁及び市内各地のビルにある。その組織には、商業局、外国経済貿易局、衛生局、情報、 新域産業局、警察、公安、宗教、科学技術局などがあり、クレベルの該当部署とも連絡を取りながら、事務を司る。大連市の最近の産業政策としては、2003年に大大連計画を発表し、4つの基地、石油化学工業、造船工業、現代設備製造工業、電子産業基地と一つの中心、 幸運中心イコール物流センターになるように努めていて2004年には旅順南路ソフトウェア産業地帯を発表し大連ソフトウェアパーク第2期などを進めているまた渤海に浮かぶ中国北部で最大の島と言われる長江島の開発も進めている大連市は以下の七市かつくに研究し一県から構成されている旧来からの大連にあるのが中山 西三影、佐賀口、天井湖の四区であり、俗に市内四区と呼ばれている。中山区は、大連駅から東側の旧市街で、中山広場、大連港などがある。西三影区は、駅の西側の旧市街で、市政府、イコール市役所、旧関東州庁等がある。砂川口区と天井国はもともと住宅地区であったが、大連州水湖国際空港、 大連高新技術産業園区、大連ソフトウェアパークもあり、近年商業化、市街化が進んでいる。北郊外の近州区、開発区、保税区を含む都政郊外の旅順部地区は、それぞれ近州駅、開発区金場路と軍港近くの市街区域以外はほぼ、農村、漁村で、そこへ、大学、工場が建設されている。広知覧区、河原坊天市、 昭和市の北方西は、広白蘭店駅、河原坊店駅、昭和市外区を除いてはほぼ農村、漁村であるが、工場の進出も始まっている。お見県は、航海に浮かぶ諸島で、大連港と川口からフェリーが運航している。また2008年度より、大連州水国へ港うより、飛行機にて行くことも可能となった。上記の通り、大連港域市は、区、市、 離島を含む行政区域の構成をしており、広域市全体の人口は600万弱。また、戦前の日本租借地、関東州は、現在の大連広域市の南半分で、ほぼ、広市ランテ駅と川を結ぶ線の南側、現在のほぼ7区の範囲にあたり、北方西は満州国に属していた。なお、経済発展の経因が目的で、広農区が設けられている。 リバンザイの時期、大連は毎年火事があるため、リバンザイが辞任した。大連はもともとは農業、漁業が主体の土地であって、今も農業ではトウモロコシ、野菜、リンゴ、サクランボ、桃などの果物の栽培が盛んである。漁業は特に盛んで、現在は各種の海水魚の捕獲、昆布わかめ、ホタテ貝、ウニなどの養殖が行われ、日本、 韓国への輸出も多い。大連は日本統治時代から造船、大連機船、鉄道車両の製造、南満州鉄道の砂川口工場などが存在したが、戦後、銃、軽工業、化学工業も盛んになった。貿易港として発展した経緯から流通業も盛んで、中国の主要流通業者の視点がある。 大連は中国第三の港湾都市で、大連港は中国東北地方の代表的な港で、中国最大の石油輸入港でもある。過去には、世界銀行の援助も受けながら整備が進んできた。2003年の輸出総額95.3億米ドル、輸入総額77.7億米ドルであった。2005年北港外の大古山半島で、最新港、主に航石。 石油の輸出入の使用も始まっている。東北地方への鉄道の出発点である大連駅、大連国際空港、高速道路網と相まって大連は巨大な流通センターとなっている。1978年に始まった改革開放政策の一環として、1984年に北港外の近州区の東半分が大連経済技術開発区に指定されている。 詳しくは、大連経済技術開発区のページを参照。外国企業、特に日本企業の進出が著しい。その他多数が進出している。ついで、韓国企業、欧米企業、ファイザーなどの進出が著しい。インテルは2010年10月26日から中国で初めての大規模半導体工場をソィー構築で創業を開始した。 その他、米国や日本の IBM、デル、ヒューリット、パッカード、オラクル、パナソニック、ソニー、NEC などの IT 業務については、下記の情報産業を参照のこと。大連には、中国の五大銀行、中国銀行、中国建設銀行、中国交渉銀行、中国農業銀行、中国交通銀行のほかに、中国招き商銀行、 中国広大銀行、中国民生銀行、中国中心銀行などの支店、指向、文行がある。2007年に大連市商業銀行は大連銀行と改名され、公共交通機関用の名玉 IC カードの販売などしと密接した業務なども扱っている。日系の銀行は、三菱 UFJ 銀行、水穂銀行、山口銀行、山陰合同銀行、 北洋銀行などがある。その他の外資系の銀行は、シティバンク、中国語名は花畑銀行、HSBC、中国語名はキユタカ銀行、スタンダードチャータード銀行、中国語名はサダ銀行、東亜銀行、BEA、南洋商業銀行、などの支店もある。日本の損保ジャパン、中国語名は日本財産保険の中国本部も大連にある。 大連商品公益所は中国で唯一の商品先物市場で大豆などの穀物から他の商品へ拡大中であり金融業界のオペレーションを集めて星海広場の北側に大連金融街の建設が始まっている大連市は1990年代から IT 産業育成に力を入れており成功の大連ハイテクゾーン大連更新技術産業園区と大連 ソフトウェアパーク、大連南県園に集中している。ガシングループ、海輝グループ、東南グループなど中国の IT 企業の開発拠点があるだけでなく、世界のソフトウェア開発、情報サービス、データ入力、コールセンター、業務引き受けなど、関係の方も多く進出している。日系企業の代表は、パナソニック、ソニー、NEC などがある。 その他の外資系企業では、IBM、デル、キューリット、パッカード、オラクル、CSK、アルプイン、アマロン、トライアルカンパニー、NHST、NHN の子会社、SAPAG、ジェンパクト、MPG その他多数が進出している。現在、進出している日系の商業施設としては、総合、久光百貨大連店。 マイカルは以前は日系商業施設、マイシー AL グループであったが、現在は100%中国系商業施設、マイエール大連商場であるので、日系商業施設ではない。日系商業施設であるという話は間違いである。大連の大型商業施設、マイカル大連が飽きない場の工事費用の残金。 支払いもんだい http コロンスラッシュスラッシュ k n a k c o c o o l o g n i f t y c o m スラッシュ blog スラッシュ20077スラッシュ0一スラッシュ p o s t 四ビットにある htnuml 以前は三越大連店も存在したその他市内には欧米の商業店であるイケアメトロデカトロンウォルマート カルフールなどもある。また、欧米の高級ブランド、ルイ・ヴィトン、シャネル、コーチなどだけが入っている商業施設もある。市内、市郊外に万タチ広場などの近代的なショッピングセンターの建設も盛んである。日経商社の三井物産や丸紅は、領事館と同じビルに支店を構えている。星海広場にある大連現代博物館には、 大連の代表的企業の展示が年中を通して開催される。主な展示会として中国国際ソフトウェア情報サービス公益会、大連国際ビール祭り、大連国際オートショー、大連国際ファッション祭りが開催される。毎年1月にスイスダボスで開かれる世界経済フォーラム、別名ダボス会議の新興国、新興企業版、 カキダボス会議サマーダボス、中国語でカキたち探しここの第1回会議が大連で2007年9月6から8日に開催された。2008年の第2回、2010年の第4回は天津市で行われたが、2009年の第3回は9月10から12日に再び大連で開催され、2011年の第5回も9月12日から14日に、 大連で開催する。また2009年11月1日から3日には、言論、NPO が主催の、第5回東京フォーラム、北京フォーラムが開催された。過去4回は、北京、東京という日中の首都都市で行われた会議であるが、初めて首都以外での同会議開催となった。大連には次のような高等教育機関、学校、研究所がある。大連発行の新聞には、 大連日報、半島は下方、大連番法、新商法という、いずれも長官誌がある。2008年7月28日から日売り価格が0.5元から、それぞれ1元に値上げされた。テレビは、大連テレビがあり、現在8チャンネルを有している。テレビ番組の配信は全てケーブル、有線で行われている。大連店と有線電子会社へ、月額料金、 現在20元を支払うと、北京からの中国中央テレビや各省の代表局などを受信できる。大連テレビ局でパスポートを見せて、許可を得て、デコーダー、いただき、こう買った上、アマネトへ、追加月額料金、100元を支払うと、外国のテレビ局、日本放送協会、NHK、英国放送協会、BBC、CNN、 韓国放送公社、KBS などの海外ケーブル配信業者向け放送を視聴することができる。大連テレビの番組はケーブルを通すと中国全土で視聴可能となる。大連店という宣伝しもろが視聴可能。大連人民公派伝台、大連ラジオはインターネットで7チャンネルをストリーミング聴取化。毎月1日頃を中心にホテル、 日本食レストランなどで無料で入手できる。コンシェルジェ大連、ベネバー大連、ID、ルック大連、ビップレ、大連散歩などである。日本は大連に在信用日本国総領事館在大連、領事事務所がある。東北地区では信用に日本と米国の総領事館を置いている。経済関係ではゼトロ大連事務所もあり、 日中企業の経済活動をサポートしている。その多角県の出先機関がある。民間では大連日本商工会が組織されていて700社余りの会員を抱えている。戦前大連に住んでいた人々の大連会も活発に活動している。現在の大連在住者館では大連リラの会、小学金援助大連山の会、大連留学生社団など、 たくさんの日中友好の会がある。両名芸術団、大連歌舞団等の歌舞団のほか、自主国内、国外の楽団、演奏家、声楽家の演奏会が、中山広場に面した大連人民文化クラブで行われている。競劇のファンも多く、大連競劇院の公演は勝利路の大連競劇団麒麟部隊、元東本願寺大連別院で行われてきたが、 が2010年10月に民生路の広沈み大舞台、元天福山へ移転し、主に毎土曜日午後にそこで行われている。東北地方の子守歌はもともと大連氏の民謡であった。参加するスポーツとして、バスケットボール、サッカー、卓球、水泳、テンツ、羽子板遊びの羽を、決まりのようにして蹴る遊び、陸上競技などが盛んで、大学生だけでなく社会人も、 会社対抗の競技会が時々ある。陸上競技場、サッカー場は、大連市内と近州区にあるが、市営の室内体育館はなく、大学の体育館を利用する。大連では特に水泳、サッカー、ウォーキングが盛ん。水泳は夏季に、海岸や島で泳ぐだけでなく、市内に4つほどの温水プールがあり、特に寒い冬季のいい運動になっている。スケートは、 市内の自動公園の池、戦前の鏡勝ちがスケート用に整備されていて、スキーは最近市内近くの林海スキー場、近州区の名古スキー場、広志蘭ン区の安波温泉スキー場ができて、徐々に浸透してきている。プロスポーツとしては、中国サッカースーパーリーグの有名チーム、大連実徳、大連海、政国際が本拠地を置く。 ホームスタジアムは、大連市金州体育場、大連市人民体育場。同チームは、大連市のシンボル的な存在で、労働公園や、友好広場にサッカーボールを模した巨大なモニュメントも、設置されている。大連市を挙げての年中行事は、大連春節演歌版会、国慶節の花火大会、大連国際会課説、大連市の花である、アカシア祭り、 大連国際副創設、大連国際ファッションショー、採出、国際ソフトウェア情報サービス公益会、大連国際マラソン大会全日本空輸協賛から星海広場をスタートして、市内道路を通過して、大連市人民体育場が、ゴール、大連国際徒歩台、再、大連国際ウォーキング大会日本航空協賛、西海広場をスタートして、浜海南寺が、ゴール、 大連国際大都省、大連国際馬へしゃげ松大祭、大連国際主節、大連国際ビール祭り、などが行われている。東京の寺病は、大連市街地区に目立ったものはないが、旅順区地区の東側湾に、竜王館が、金州区には、市街の北に、金竜館、大ギアが、大国山の北西六に響け水館が、少し離れた近州区スケコーに、新部病、 以前の金朝山美で、日露戦争の日本人脱走兵が、満州人として暮らした伝説があるところがある。仏教のお寺としては、市内の東山街に、東大から続く松山寺があり、旅順北路の倉小山の北六に、安山寺、大黒石に、北海を見下ろすように、千寿観音像、五百羅観があり、金州区の大黒山麓に、観音各省水寺、 朝日寺が、旅順具地区の竜王島に横山寺がある。キリスト教カトリック、中国語で、天主教関係では、西安街に大連カトリック教会、大連天主教協同、1926年建設、がある。キリスト教プロテスタント、中国語で、キリスト教では、中山広場近くの多摩郊外礼拝堂、戦前の大連聖公会教会で、日本聖公会が、 英国国教会と共同で1928年に英国領事館の敷地に建設、超高炉に大連市昭温堂。戦前はデンマークルーテル協会。最近まで北京外礼拝堂と呼ばれた西南路に新しい朝鮮族礼拝堂。戦前は日本長老協会の分室、最近建てられた4000人を収容できる大連豊か修道。金州区の金州礼拝堂。 旅順具地区の旅順礼拝堂、戦前はデンマークルーテル教会などがある。このほか、地下の教会、家の教会はプロテスタント教会に多い。外国人専用のプロテスタント礼拝は、毎日曜日に大連友好ビルで開かれている。イスラム教では、北京外に大連聖神寺がある。戦前に日本人が独自で建てた宗教建築物は壊されたか 他の用途に転用されている。大連聖公会が唯一の例外で、これは日本聖公会が戦勝国、英国との共同で建設したため、中国国内で唯一の中日文化交流協会である、大連中日文化交流協会がある。なお、台湾には台北中日経済文化代表どころがあり、香港には香港日本文化協会があるが、 中国国内では唯一となる。中国国内唯一の中日文化交流協会が大連にある背景として、遼寧省や中国東北地区一帯が日本の領土であった時代があり、日本人が多く移り住みその子孫である日本人や日本人の血を引く母などが多くいることがある。また、当時から移り住んだ日本人が日本文化を広めたことにある。また、近年、 中国の日系企業の進出の大幅な伸びにより、大連を含む中国の多くの都市に大幅に日本語日本企業、日本文化に関わる人々が増えたことがある。大連では北方方言をベースにした普通話がほぼ使われている。ただし、街角では大連方言が話される場合も多い。大連方言は北方方言の一種である二河領関話、または ツバメ語に属し、大連人の多くが19世紀後半から20世紀前半に、主に山東省から沈関島と呼ばれる人口移動現象で渡ってきた貧しい農民、漁民なので、山東方言から一定の影響を受けている。大連方言の単語には日本語の影響、ワイシャツ、餅など、ロシア語の影響をも残っている。大連駅は、新洋、長春などに向かう。 旅客列車の起点である。南口にある駅舎は、日本の統治時代の1937年、昭和12年に建てられたもので、上野駅と似ている。設計は、南満州鉄道の大田総太郎で、2階が出発、1階が到着と空港のような造りになっている。2000年代に設けられた北口には、開発区へ行く、大連海基3号線の駅と、外線広場がある。 なお、高大旅客専用船の起港式が2007年8月23日、吉林省長春市で行われた。全長 904km23 駅の路線はほぼ在来線に沿って建設され、2012年に完成した。この路線の開業に合わせて、北港外の南関嶺に大連機体機も建設された。2015年12月には大連駅。 大連北駅から、近州駅及び小河北駅を経由して、担当駅に至る、丹大都市間鉄道が開業した。大連州水子国際空港はかつては大日本、帝国海軍飛行場として使用され、州水子にあるのでその名称がある。市街地の北西に位置し、大連中心部からは、車で20分ほどの距離である。2015年5月22日には、 大連地下鉄2号線が開通したことで利便性が向上した。中国人民解放軍軍用機も中期、離着陸している。新空港として計画されている大連近州湾国際空港は2008年から海域埋め立てが始まり、2010年12月から周辺地域整備工事が動き出した。場所は近州の市街地区の北の予定で埋め立て地ではない。 当初は2013から2015年に開港する予定であったが2017年現在開業には至っていない。大連の東の大連湾に面した大連港は日本統治時代からアジア有数の港で不登校である。四つの不登があり、このうち一つをロシアが、三つを日本が建設した。満鉄の線路が残る。満州国時代は日本から満州への移住者たちの 玄関口として栄えた。また、第二次世界大戦後、日本人大陸引上げ者の多くがこの港から、舞鶴へ帰国した。隣に、信仰も作られ、また北海外、開発区の大古山半島に、鉱石、石油を扱う信仰も作られた。軍用の旅順港に対して、大連の西部の牧海に面して、旅順信仰が二十世紀末、二十一世紀初頭に、開作され、 使用されている。ここからは、山東省延台への北海鉄道フェリー、東映へのフェリーなどが運行されている。路面電車、トロリーバス BRT は、大連高校客運集団によって運営されている。BRT、快速高校は2008年1月18日に1号線にあたる、京港外、朝前北路間の 14km 区間が開通した。 2007年5月中旬から建設をスタートし、わずか7ヶ月余りで路線を作り上げた。車両は、ドイツの技術を採用した64台で、運行している。常々渋滞に悩まされている。下北路、大連空港西安ドエリアでは、中央部分を専用道路と利用しており、一般車両は侵入できない。運賃は、全区間一律1元、メータマ IC カード仕様で0.95元。 路面電車については、日本統治時代に、南満州鉄道電気作業所、後の南満州電気大連都市交通によって建設されたのが始まりである。中華人民共和国成立後に、多くの区間が廃止になったが、2017年現在は201素地と202素地の2系統が運行されている。なお、202措置延伸線については、名目上は202措置の延伸線であるが、 車両は、路面電車ではなく、回帰、軽機仕様である。トロリーバスは101掃除の1系統のみ存在する。馬蘭広場と大連駅を結び、終点の大連駅の手前約500メートルを除き、高画路を通っている。運賃は、全区間一律1元、名玉 IC カード仕様で0.9元。学生カードに関しては0.4元。2002年に、 大連駅北口から開発区を通り、金石灘までの 48.58km を52分で結ぶ、会期3号線が開業したのが始まりである。運賃は行き先により1から8減で変動する。開発区経由で、金州区へ向かう、会期3号線の支線は2008年7月8日より、試験運転が開始され。 3ヶ月の試験運転を経て、2008年12月28日に営業が開始された。ただし、最終列車はキ里ウリ20時発となる。大連駅から九里までの運賃は7元である。2009年には、大連地下鉄1号線及び2号線の建設工事が開始された。1号線は、大連北駅付近から南下して、西安の星海広場を経て、西へ。 旅順南路に沿って、川口へ、二号線は、海のインパラ西へ中山広場、青泥久保橋、西安路、両寧市販大学、馬蘭広場を経て北へ方面へ曲がり、大連国際空港を通り大連北駅へ向かう、計画である。2015年5月22日には二号線、10月30日には一号線が、部分開業した。2017年7月現在の大連の地下鉄。 回帰路線は次の通りである。2006年5月25日から、初乗り 3km までが8元、以降 200m ごとに0.4元ずつ加算。停車中は5分ごとに 1km 分加算。22時から、翌朝5時までは3割増しというルールを定めている。監修では一泊、0.1元単位は、四者五入で生産している。例えばメーターが示す、9.6元、10元、 10.4元。すべて運転手に支払うのは10元で問題ない。また、中国の一部た都市で見られる時速 10km 以下の低速運転時の待機追加料金は取っていない。また、小型の三輪タクシーも多く走っている。なお、市内4区は2009年9月末までに、全市レベルでは2011年6月までに、全タクシーに GPS。 リアルタイムオンラインポジショニング管理システムが搭載される。具体的には GPS グローバルポジショニングシステム GPRS ハム用パケット無線システム LED 情報発信システムキャッシュカードや IC カードで支払いするための無線ポスシステムなどが搭載される。外連市内のタクシー呼び出し電話番号は96,826 2008年末の段階で、大連市の自動車保有台数は64万台、1日200台以上のペースで増加しているが、交通インフラの整備が追いついておらず、朝晩のラッシュアワーの渋滞は、ますます激しさを増している。このため、他の公共交通機関への分散や、現在ある、東西方向の速行路バイパス、南北方向の東北路バイパス、西部大通道に加えて、 2009年9月1日に東レンジバイパスが開通したが発展にまだまだ追いついていない状態。今後は南北向きは河北路バイパス、大連湾海底トンネル、海越大橋、東西向きは中華路バイパス、東方路バイパス、五十一素地バイパス、南部通道などの建設が計画されている。現在、 自転車の運転は禁止となっているが、禁止以前から所有していた自転車の運転は認められている。また市内の自転車専門店やカルフールなどの大型スーパーで自転車の販売が行われており、有名無実のものとなっている。しかし、大連市内は坂が多いため、もともと自転車の姿はあまり見かけない。渤海に面する地域には、大連ゴマフアザラシ、または、 ゼニガタアザラシ自然保護区が設定されており、2002年1月には 117km がラムサール条約登録地となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。